やっほ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 ー。大富豪中、レナも大富豪してました、さっきまで。結婚していいよー。うわ、アバターが怪しいアバターになっておるぞ。やっほーい。もうずっと余韻やねんけど、一回大富豪になりました、今日。さっき、さっき大富豪になったのに、大富豪になった次の戦いで余韻になった。最悪、マジで最悪。ねんちゃんしか、やっほー。そう、ちゃんと1位になったあの証拠をみんなに送りました、メールで。え、かわいい、ギフトがかわいい。え、ギフトかわいい。ニヤコーチっていうやつですね。おつれなほんまにさ、おかしいよな。え、でもなんか大富豪になって、大富豪になったら手札がめっちゃ強かった気がする。普通逆じゃないと思ったんやけど、かわいい。ハワイですね。都落ちした柿本さんです。富豪が楽。マジでさ、なんかこんばんみょ、こんばんみょーい。もう負けた、負けました。かわいい、してるよ。負けました。大富豪にせっかくなったのに1位になったんですけど、その次で4位になった。今日はメイク全然してないです。ラメも塗ってないし、マスカラもつけてない、塗ってない。そうやねん、大富豪な手札めっちゃいいと思ってよかったから、なんか次の試合でも、もうこんなん絶対大富豪やん、次もみたいな、連続大富豪じゃんって思ってたんですけど、なんか4位になった。なんで、なんか気づいたらさ、手札あるのになんかもう良い決定みたいな感じになっとって、なんかどういうことと思って、そんなね、決めつけとかひどくない、良い決めつけです、あなたはみたいな感じやった。なんかうん、本当にかきれなのコメント見つけた。最初にきらめきってなんなん、きらめき、きらめき教えて。なりすまし剣、え、なんかあった、なんかその剣ある、なんなんあれ、なんどうやって使うんやろ。ほんまにさ、ひどくない。上達してない。何分からしよう、今日大富豪。負けた、負けたんですよ、負けちまった、負けちまったよ。お疲れー。お、ビームと対戦どうだった、ビーム打たれた。勝った負けた、かきれなにやったら。え、でもかきれなも結構なんか最近は強くなってきた気がしたんよな。うん、まあ、2日目にして大富豪をになっちゃうから結構強いと思ったんですけど、まあ、そういう時もあるよねみたいな感じ。そう、かきれなボイスにね、エレナもさ、なんか自分やからさ、かきれなボイスにさ、うわー、都落ちだーみたいな言われてさ、もうさっきまで大富豪やったんやぞと思って。え、今日結構やった大富豪けど、なんか全然巡り合えへんかった、みんなと。なんか結構なんかなんか対戦相手が見つからへんとか、2回ぐらいやった。ちょっとだけ待った、30秒ぐらい待って。え、かわいい、ハイビスカスや。2時に対戦したの、かわいい、してるよ。お疲れー。そう、手札いいと思って油断したんやけど、え、でもなんかみんなが言っとったなんか2位は最後まで置いと、2位と8とジョーカーは最後まで置いと、ん、あとなんか一番8を残して、でなんか最後の1枚を出す手前で8を出す、8切りをするっていうのを1回試した。そしたら勝てた。8を出して8切りみたいになって、もう1回出せるから最後の1枚出して終わりみたいな。こんな説明いらんか、みんな分かったから。そう、え、でもなんか革命もやったら、なんか逆革命みたいなやられて、なんか
よく分からへんくなった。だからあのっていうびっくりのあのスタンプを送っといたっていうそうみんなの忖度あった、覚えてない。でも多分なんか大富豪になった時はなんか多分みんな優しい人やった気がする、多分多分ね、気が向きてないの。婚姻が制限だよ。そうなん。一応レナのさ大富豪のコメントどう、結構元気出る系にしたんやけどどうですか、結構なんか組み合わせ的にはいい感じじゃない。あ、そうなんや。じゃあレナはあれかでもらえへんのか、そのきらめきは。匂いが強くても向きうこと全然ある。いやんな、そうやねん。なんかめっちゃなんか出された4枚ぐらいヒュンって。なんかレナもう4枚出したねん確か。でなんか革命みたいになって、でそしたらなんか逆革命みたいな感じでもう一回4枚出されて、なんか分からへん。レナが有利になるんか不利になるんか分からんかったから、なんかっていうびっくりのスタンプだけ送っといたうん、メンバーと3回マッチングしたなってこと。へえ。あ、そうリボンかわいいでしょ。うんまず配信した数によって称号。へえ。ルールなんかちょっとだけ分かってきた気がする。嫌な対戦できなかった。私もね頑張ります、頑張りますよ今からも。おっつー、そう自分の声でな言われてん。大富豪になった、ビーム大富豪になってたの、すごいやん。ビームすごい、見かけない1回しかなってないのに。ゴミ立たった、おーすげえ。ちゃんと体重制限本人登場なかった。どういうこと、どういうこと、どういうこと、出なかった。どういうこと。そう自分でさ言われてさ、なんかミヤコーチーみたいな言われてって思いましたね。見た、なんか反則上がり、反則上がりってなんやろ。対戦相手見つからないですか。そうあったのに2回ぐらい、なんか探し中ですみたいな、対戦相手を探し中ですみたいな。2位最後わかんのや。おい、正解して今回初めて、あだよ限れなそうおつにいじん送っといたおーいいじゃんとかあったっけちょやめて笑わんとってそうちょっとねルール分かってきたやろ。なんか言っちゃう、あ革命返しね、あオッケーオッケー、革命返しをされたんですよ。うん、スタンプ持ってます。革命返しか。大富豪難しい、めっちゃくちゃ。かげなコメント素晴らしいでしょ素晴らしいっしょ。結構結婚していいよ。そう結構なんか元気出させようと思ってみんなに。あとなんかレナのなんかあのこれからの大富豪生活なんか やってやるぞみたいなコメントいろいろ考察できるコメントにしてみた。そうそうそうそ そう元気もりもりだからあいいやんこのコメントと思ってそれにしました。結婚していいよそうなんか最初設定した時になんかあれなんか全部表示されへんやんと思って、全部表示っていうのがあって、あでも変えようかなと思って、なんか長すぎてなんかこれもさなあかんのかと思って、でもなんかみんな押してくれるかと思ってもうそれにした大富豪にしてほしいけど、ちょっと忖度なしでレナが勝ちたいからさ。でもななんかちょっと悲しいよな、なんか4位とかになったらなんか残念とか言われんねん自分の声で、残念4位だみたいなほんまに残念な気持ちやのにさ、こっちは残念4位だみたいな感じやからさ、クソと思って、なんか録音した時にもうちょっと残念感出しとけばよかったと、残念みたいなって思ったけど、ちょっと自分の声にね流す結婚して結婚していいよ、できるようになったかな大富豪。そういいじゃん、ひとりが本人扱いされてなくて、それこっちゃんってこと、こっちゃんが本人扱いされてないってこと、そういうこと、こっちゃんなマジ、そんなことあるそんなことある
4回くらい。すごっ。8と2はどっちも残したらあかんのか。最後に出したらってことか。おしゃくり聞けるの嬉しい。あ、ゲームでね。今日結構やった。嘘やん。また出会えますように。サンタと対戦した。ごめん、それだけ弱い数字でやった方がいい。へえ、そうなんや。え、大富豪楽しいけど、なんかもうなんかあーってなる負けが確定したらあーってなるやめて、動きに誰も遭遇しない。嘘やん。何セット、シュタンプ何セット、え、なんか分からへん。何セット、え、なんかレナはかきれなのやつとニジニジのやつと、あとなんかいっぱいこうやって手振ったやつと、女の子はとびっくりいいなやつとナイトやつかな、多分。あ、ナイトかペコリのやつかな、どっちか、どっちかやった気がする。その5個ぐらいを使ってますまずなんかみんなと一番最初にあれの時はこれを振って、でなんか革命とかが起きたらびっくりなやつを押したりしてるそんな感じで遊んでます。楽しい。スタンプもにゃほー、ね、プレイしてくる。かわいいしてるよ。ロックボックだけで初めて読む。何それちょっとどういうこと、何それ。なんか楽しそうな箱、プレゼント出てきそう。2位は2位最後でもいい。なんか分からへん。でもなんか革命が起きたら3が一番強くなるっていうのは知ってる、聞いた、ユアに教えてもらった。階段でなんかレナも階段で出そうと思ったんやけど、なんか出せへんかった。階段ってどうやって出せるの。例えばなんか3、4、5あるやん。でレナのターンになってなんか3、4、5選ぼうとしたら選べへんかったん。出せへんのと思って、分からんかった。それが階段って何ですか。かきれなのあるからゲットしてるんで、ぜひぜひぜひゲットしてください やってやるマジその気持ちで頑張ってるから、やってやるぞっていう気持ちでね頑張ってるんで。ん、なんか可愛いスタンプがだセイヤさんっぽい。マジでなんでだろう。人間と全然できる。ヒアリングがその時しなかった。やば、怖いよ。負けたけど、メルヘン氏まだ見てないの。昨日の分は見たけど、今日の分はまだですマジでさ、なんかむずすぎて、なんか本当にむずいんだよね大富豪。なんかなんでこんなにむずいんだろう。でもなんかトランプでやった時はレナも大富豪になれたことあんねん。なんかいとことやったりした時は。やのになんかアプリになったらなんかできひんくなったできひんくなりました。本当いつも元気ですよね。ありがとうありがとうか分からないけど、普通、そうなんや。かわいそうに。そうなんや。怪我して、うぅ、いやおいいですわよ。ポニーテール、今日ポニーやねんな。揺らしとくわストレートかけてないかボサボサやけど。大悟できたね。対戦しようみんなで。だけどじゃあ大ヒンみんな。いやマジレナだって大富豪になれる時あるんだから。一回だけだけどなったんだから。大富豪になったっていう証はあるから、スクショもしたからね。だからちょっとなんか一回もなんかさ大富豪になったことなかったらなんかウィー大富豪になったことないやつって言ってもらってもいいけど、なりましたからさっき一回だけなったので、はい大富豪危険ありなのでね、そこら辺ちょっと意識しといてもらってメンバーとなかなか当たんないのか。でもさ、なんかレナがさっき10時半ぐらいかなにやった時になんか4人のやつのなんか3人しか揃いませんとか、なんか人数探し中ですみたいになったから、なんかあ、みんな案外やってないんかと思って可
カード揃えておいた方がいい。え、そうなん、ガチャ引いた方がいいってこと？え、ガチャ引きます。じゃあいっぱい。うん、時間ねマジで結構経ってる。マジでそう。チブレイディ何ベッドしてるの？え、何それ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 。そう、毎回なあのリアクションしてる。そうなん、なんか全然、なんかマジでなんか大富豪みんなと対戦しかしてなくて、それ以外はコメントと、あとなんかみんなで、みんながなんかコメント交換した方がいいみたいな、交換したやつとぐらいかな。あとガチャを3回ぐらい引いた、2回か3回引いただけで、他なんか全然やり方分からへんねんな。だからなんかいろいろやってみます。うん、なんで一回も使ってない。使ってよ。え、レナなんかめっちゃ使ってるで。めっちゃ使ってんのに。なんかレナが大富豪になった時いっぱい押した。限りない？ふーって。そしたらみんなこうやって手振ってるやつとか、なんかペコリとかいっぱい送ってくれた。優しかった。うん、トランプで大富豪はなんかちょっとだけやけどやったことある。けどルールなんかあんまり分からへん。うん。あんま分からへんねんな、ゲーム終わった後とか。アイテムゲットみたいな言ってた、レナが。レナがね、言ってたから。あ、そういうこと？マークと数字。え、そういうこと？え、そうなん？うわ、マジで。なんか345とかめっちゃ置いてた。よし、よしよし、後で俺の番になったら出してやるぞと思って。同じ絵柄じゃないとわかんのや。いいこと知った。よし。これからも大富豪になれるわ、このルール知ったら。え、そうなんや。え、じゃあハートの3、ハートの4、ハートの5をやったら345で出せるってこと？そういうことか。そういうことね。あ、そういうことか。うわ、そういうこと。もう最悪。もうだから出せんかったんや。なんか何回押してもさ、なんか反映されんくて、なんかなんでみたいな。でも何回押せへんってことは、なんかルールが違うんやろなと思っててんな。最悪や。エレナもな、ペンライトなゲットしたのに、ペンライトってずっと触れるんかと思ってさ、思っとったらなんか1回しか触れへんく、なんか消耗品やって、なんか1回振ったのよな、オレンジとピンク。そしたらなんかなくなってた。一回なんか振ってみようと思って、試合終了間際になんか自分のさオレンジとピンクを長押しして押したら、なんか使用中ってなって、なんかどこに使用されてんねやろうみたいな思って、でなんか試合終わって、で次の試合の時にもう一回オレンジとピンク振ってろうと思って見たら、え、ないやんみたいな。まさかの消耗品でビビった。ちょっとか、カットかな、また手加減なしき、そうやで。マジで消耗品でした。なんかスタンプ系のやつがさ消耗品じゃなかったから、これも違うんやろなって思ってたら、そう、消耗品だった。なんか長押ししてみたいな書いてたから、長押ししたのにどっちも。そしたらなんか消えてた。消えてました。うん。でもマーク揃えるのか、結婚してよー。うんうんうん。え、でも一人でやるならさ、なんかみんなとやった方が楽しくない？負けてもいいから。仕組まれてる。そういうことか。そういうことか。なんかだってさ、なんかレナがさ4位の時とかさ、なんか2位とか一番強いやんか。2位とかジョーカーをな、せっかくなレナが持っとってもな、なんか交換しなあかんくなって、なんかあげることになんねん、レナより強い人に。でもなんか大富豪の時はなんか自分で選べた。だからなんか5とか6とかなんか案外使わなさそうなやつをあげるっていう。で自分になんか2位が返ってくるみたいな。ちょっとそういうのなんかダメじゃないと思って。そういうのダメじゃないって思ったんですけど、サイドポニーあんまりせんかな。せんかも。ポニーテールが多めですね。
嘘、ポニテ良きですか、ありがとうやるじゃんみたいなあったそうスクショした。え、待って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 、めっちゃコメントが遅すぎてちょっと一旦ピヨンするな、やばいやばい。お疲れ様です、ハローガチャがあるのか、5枚自分にしないと。そういうこと、コメントコイン、いいねでコインのせる、へえ、コメント書いたらいいのに、面白いコメントにしよう確認できん、わそうメンバー、あ、みんなも、え、でもなんかレナがさスタンプいっぱい送っとうのにさ、みんなはな全然あんまり送ってくれへんねん革命とかになった瞬間みたいなスタンプを2回ぐらいなピョンピョンって押しても、なんかみんななシーンやねんな、なんかなんでやろあおってるみたいじゃない、やめてよ、そうな確かに、じゃあレナが出た時に使ってくださいえ、押してよ、セットしてるなら確かにな、煽ってきたってなるよなえ、マジそれの大富豪に俺はなる、なるやわほんまにほんまにね、え、そうなんか消耗品やって、なんかびっくりしてんな消耗品やった、じゃあレナもストック、ストック大事やな、ストック大事、そうやねんな、そうやり方ね、なんかあの長押しみたいな書いてたからカード謎の価格、え、何それ何それじゃあいくらでも増える、そういうこと、何回か押したらいいってことかな、階段フィニッシュ何それ、あ、階段でレナが普段を終わらせるってこと、結構なんかうまい、うまなってるなそれ、結構未来、未来の話やな可愛い、してるよちょっとマジで頑張ります、え、どうしよう、いつやろっかな、11時半ぐらいになったら30分やろっかな、12時まで、なんか昨日は全然みんなと時間がなくて10分しかやりますって言って、しかもさなんかメールでさなんかやりますって言うけどさ、なんかショーミーさんメールがどれぐらい届いとうかとかさ分からへんや、レナがメールいつ書いたかとかな、だからでもさっきまでな結構やっとったんやけどポニーテールでございます、そうみんなのポニーテール好きやね対戦しようぜ、みんな対戦しようぜ、絵かけれのカード出して早く、一旦なコメントワープするわって言って呼んで、呼んでるけど限りの5枚揃ってないと思う、多分多分ね、なんでスタンプ押した方が楽しくない、なんかびっくりってなるじゃん、だって革命の時とかさ、そんなカード持ってたのびっくりみたいなびっくりみたいな、なんで、だってびっくりするからびっくりスタンプ押していいやん、怒らないよそんなの、だってびっくりやもんびっくりなんだもんそれで対戦してる、じゃあもっとかきれな出さないとダメってことか、ガチャで飽きてる感やめて、レナはまだ2日目なんやから、みんなレナとたくさん対戦して、あっつーん、革命起きること言えすぎて、革命ってそんな起きるん、でも結構起きるかも、でもなんか逆革命がもうすごすぎて、なんか白いパタなんか鳥みたいなのが画面に出てきた気がするなんかよく覚えてないけど、だからなんかびっくりみたいなスタンプいっぱい押しときました挨拶は確かにへえ、大悟になりたい、そんなスタンプあんの、いやダメだ、そんなスタンプゲットしない、自力でね大富豪になるんですから、私は私はね、そのねスタンプ、シュタンプにね頼ってはいけない、いけない人間なんですよ私は調子がちゃう、そんなあんの、そんなあるんや結婚していいよ
人生一度きり。そうだよ、今月元気もりもりですから。ちぎりした方が、わかんない、どういうことだろう。30分から5分おきでとか。はあ、そういうこと。でも5分3分とか。でも1ゲーム3分ぐらいかかるか、あれ。ってなったら、じゃあ20分からするわ。20分25分30分35分40分45分の5分おきでやります。20分から、だから19分に終わるね、配信。マジみんなとさ出会いたい、本当にみんな出会おう。みんな出会いましょうね。全部揃ってる、すごっ。スタンプ、うわーとか嘘やん。何それ。ちょっとゲットするわ。じゃあ18分に終わるね。18分に終わって20分まであのスタンプゲットしてくる、いっぱいなんか面白いスタンプを。でみんなと会えることを願ってそのスタンプゲットするから、なんか変なスタンプでも怒らないでね。あおりとかも、いやあおんないよ。あおんないけどね。コメント更新してくれると嬉しい。そんなんあんの、そういうこと。そうなの、なんかわかるんだ、何分にコメントみたいな。組み返しが天使。そうなの。そうなのつけていて分かってない。今日かいね、失礼よ。全然分かってない。月末に、毎回月末、毎回月末にあるってことか。こんばんは、自分の名前してる。姫は来てません、リボンです。山口を引いてもらった気がする。そうなんよ、マジ。エレナは誰推しだろう。分かんない。みんなに会った。忖度なしでとかあんの。ちょっと待って、それゲットしたい。ちょスタンプゲットしよう。じゃあ18分になったらあのスタンプゲットしてくるわ、いっぱい。いっぱいゲットしてきます。そう、ビリ確定ってやばいよね。なんか宮古落ちってやつよね、やばくないあれ。なんかでなんかさ、大富豪になった次の試合で4位だから。悲しくなったわ。12月20回マジで、マジか、すごすごいなね。そう、なかなか終わらないよね。ね、分かりやすいっしょ。じゃあ5分おき、5分おき、違うな、5分おき、5分おきでやっていきたいと思います。きっちりきっちり5分おき、でいくわ。いや分かんない、大体、大体とか言っちゃダメだね。じゃあ5分おきね、5分おき、面白いスタンプをゲットしていきたいと思います。iPhone の iPhone って時計の、携帯の時計の秒針がポチってなったらスタートみたいな感じでいく。コインわかんない。今ね、なんか4位です。4位なの、多分最下位だった気がする。そうできない、早、そう退出できないね。ない認識時計、そういうことか、そういうことか、そういうことか。ちょっと待ってよ、レナ今ないんだっけ、そういうことね。だからレナが4位だったら、みんなの中で4位の人をマッチングできないってことか。そういうことか。4位か3位か2位。今ないんだっけ、ないんだっけ。かわいい、してるよ、ありがとう。待って、レナ今誰、今誰なの、今誰だろう。大富豪ではないよね、 100%。 何も昨日から始めたかガキやんとドレベ。じゃあ対戦したら絶対勝たないとじゃん、レナ。お互い勝たないとじゃん。電波時計でお願いします。よくない、反則上がりしてくれた人いなかった。いない、反則上がりって何。わ、損得やられてないね、レナ。わかんないけど。
20分から5分おきでやる。大富豪今から、はい、8秒ぐらい。え、そうなの。え、だからみんなじゃあさ、4位の人は4位から上がっといて、今頑張って4位から上がっといて、3位か2位か1位になっといて。超久々にインストールした。マジで出会おう。じゃあそういうことか。そう、大富豪以外です。4位か3位か2位。レナ、誰だっけ。レナでも多分4位だと思う。4位っぽい。やめて、何それ。今ね多分4位だと思うよ。分かんないけど、気合いたら。あ、でも確かになんか20分狙っても25分狙っても30分狙ってもいいよね。確かに確かに、分散しよう。じゃあ20分に狙う人、25分に狙う人。でも結構できそうじゃない、みんなと5分おきだったら。コメントで教えてくれ。え、どういうことどういうこと。コメントで、レナがない。でもコメント自分で書けないじゃん、あれ。ワードある？2位です、1位ですみたいな、大富豪ですみたいな。なりすましとかあんの？え、ね、え、それあんの？大勢ありがとうね。ありがとう。絶対負けたよね、レナ。なりす、あ、そういうこと。あ、そのためのなりすま試験ってことか。わかりやすいため。聞こえせん。いいよ。え、みんながさ、今レナがないとかわかんない？それアプリ見て。レナが、レナを見て。何位とか分かんない、限りない、今何位にいるんだなみたいな、分かんないか。棒なんだね。いいね、あと一歩。エレナ誰だっけって感じ。え、良いだよね多分ね。絶対良いだよね。え、でもね、良いだよね、多分良いだと思う。良いになってもう最悪配信しようと思って配信した気がする。多分ね。大富豪とか富豪とか書いてくる。え、あんの。オッケーオッケー、ワードあるんだ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ20分前に、18分にとりあえずあのコメント更新するね。今何位だよ、あ、誰だよってやります。かわいい、してるよ。やりますね。オッケーオッケーオッケー。え、じゃあ今の定型文にプラスするわ。だから全文表示で見てね、みんな。全文表示で見てください。オッケーオッケー。あ、みんなわかんないんだね。もうやだ。体勢じゃ、そういうことか。そうなんだね、そういうことね。え、100位以内にいたら、そういうこと。昨日も言ってたやつ、ポイントだからわかんのか。え、限りない100位以内にどうやって入んの。どうやって入ったらいいの、100位以内に。何したらいいの。でも1回大富豪になったんだけど、それでも100位以内は入ってないの。大富豪になったんだけどな、一回。富豪とかにもなったんだけど、一回。ダメなんだ。ないだろ、今、レナ。百何ぼってこと？百何ぼってことかな。え、そうなんだよね。二端末あればいいんだけど。ないんですよね、今。そういうことか。え、大富豪私漏れてないよ、お母さんに見せたわ。とりあえず、とりあえず、とりあえず、とりあえず。どういうこと。全部表示させたいと思います、みんなに。んー、あ、みんながいいね押すとってこと。へー、なんかいいね押されてた、いっぱい。みんながいいね押してくれてました。うん、ポイント稼ぐんだね、気長に。カード揃えるってことはガチャをいっぱい引けばいいってことか。よし、じゃあガチャを引きます。カード揃えますね。じゃあいっぱいは大富豪になれないじゃん、だって2日で1回だから4日で2回でしょ。大富豪になる数を単純計算する人なんていないと思うけど、なんか計算したらね。いないと思うけど。いっぱいになれないよね、大富豪は。大富豪にはいっぱいなれないけど、でもなんか慣れたらいいよね、いっぱい強くなって。そのうち、あ、じゃあいっぱいさプレイしとけば100位以内になれるんだ。そういうことか。
オッケー、ずっとやっとくわ。ちゃん寿司屋なるんだね。カードを揃えて強くするんだね。カードでプレイしてたらカードも強くなるってことか。そういうことね。え、ガチャガチャ引くんだ。ガチャ引きます。いっぱいコメント変えるね。コメントたまに変えてる。元気出る系にしてる。そう、1日2日に1回大富豪は。昨日慣れなかった、今日慣れたから。昨日から大富豪始めたからね。コインとか、メンバーはコインなんか一緒あるよとかないのかな。それはない。ダメか。ダメなんだ。カード揃えるね、まず。そういうことか。じゃあさ、いろんなカードを選んで、いろんなカードを選んでってしてたらダメなんだ。もうずっと1枚を一押しにしといて、それを戦力にするってことね。じゃあレナさ、いろんなさカードをさいっぱいさ一押し一押しって毎回変えてたけど、それはダメってことね。なりすまし。とりあえずでも18分になったら、あのコメントに自分が誰か書いとくね。自分が誰か、そうします。ベッドして、どういうこと？ハート、何それ。何それ。トランプはね勝てる気がするんだよね。19が、やば、マジでめっちゃすごいじゃん。すごい、そういうこと。いいねされたらコインもらえるんだ。うん、じゃあコメント毎日変えるね。毎日元気になりそうなコメントにするわ。オッケー。うん、オッケーオッケーオッケー。じゃあレナの一押しのやつは、一押しはあんまり変えない方がいいんだね。15分、はい、ありがとうございます。あと3分。やばい、楽しみ。絶対大富豪になってやるんだからね。今日1回大富豪になれたから、今日もう1回、これから12時までに1回大富豪になれたとするでしょ。そしたら2日で2回大富豪の計算になるから倍率は高くなるよね。ランキングにも入れそう。そうしたら、そうなったら。よしよしよし、そうしよう、それがいい。いつもね、もうよりもらえるポイントが、そうなの。じゃあ今ポイントが増えるんだ。そうなんだ。変えれるほどってこと。どういうこと。コメント変えたらそんなになんかポイントつく的な。よしよの増えてもいいよ。あー、自分のカードだったらってことか。だから5枚中なんか変えてもいいってことね。オッケーオッケーオッケー、よし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 。あーガリって一番に言います。じゃあ、はいはいはい、頑張りますね。よし、じゃあ20分で。コメント見てね、みんな。コメント変えるね、今から。いた、バイバーイ、ありがとう。大富豪頑張って、頑張ってきます。大富豪頑張ってきますよ。絶対大富豪になってやります。うん、結構適当にねやっちゃってるのも。コメントコイン、みんな全然待ってるね、ありがとう。あ、待っているだね。待っているだった。よし、20分から5分おきにするので狙ってきてくださいね。ね、反則上がり、やだ、しないよ。大丈夫だよ。ありがとう。じゃあまたね。大富豪のレナさんに、あのみんな会ってください。バイバーイ、みんな会おうね後で。おやすみ、ありがとう。バイバーイ。バイバーイ、おやすみ。ありがとう、公演が楽しいね。ありがとう。あ、そうだ、明日の公演もね、
楽しもうね。バイバイ、またね、おやすみ。バイバイ。